演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちら、紙にまず宇治抹茶香るパフェを食べたいと思います。確か以前はプリンだったんですけど、今回はパフェなんですね。緑色が鮮やかですね。ではいただきます。ほろ苦くて濃厚な抹茶がゼリーやプリン、クリームといったさまざまな形に楽しむことができて、そこに中に入っているクランブルや白玉風の何なんだろうな、上に放っている白玉の何だかよくわからないんですけど、それのサクッとした音、食感が濃いアクセントになっていて、とっても美味しかったです。いい和の調和していますね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。また別の形で食べてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。